やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ファニーガーデンやりますか。ファニーガーデン。キュリエイト。ファニーガーデン。おっ。やるやん。今日くらいはお酒の力を頼ろう。確かこのビルに居酒屋あったよな。もしかしてですけど。何か嫌なことがあったって感じです？いないなぁ。ちょっと待って、入らしてから、入らしてくれ、入らしてくれ。違います。出勤前に偶然お見かけして気になっちゃったから。いない。そうだ、今日は来店しないでもらえばいいんだ。ちらっと中を見てもらうだけとか。うんうん、実は私ここのお店で働いているんです。なんだこの夢の世界は。すごっ。今少しだけどいい笑顔になれたじゃないです。だから終わってないです。ダメだよお前ら、こんなあのね、お前らね、もうこんな女の子いたらお前ひょこひょこついてったら終わるぞ人生。疲れた顔してたお客さん来てくれたんだ。6万しか持ってないって、こんな可愛い子たくさんいてさ、1時間も入れねえよ。簡単にお店のことを説明しちゃおっかな。お店の名前はバニーガーデン。楽しくお酒を飲む場所。嘘つくな、嘘つくな、嘘つくな。おい、まあ次第に慣れていくから大丈夫だから。たくさん慣れていっちゃいけないんです、慣れていっちゃいけないんです。お金使うことに慣れていっちゃいけないんです。俺はハマらない、こんな女には騙されない。私はお客さんがお仕事頑張れるようにたくさん癒しを与えちゃおうかな。いらない、癒しなんて、こんなところから金を。お、こちらメニューになります。ここ決まるからね、お前メニュー表見せてみろ、ほら。ほー、こういうお店でしょ。あれそんな高くないね。一旦ちょっとウーロンハイ頼んどっか。私もいただいてもいいかな。まあガールズバーだからまあいいでしょう、まあ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 いいでしょう。お客さんに呼ばれちゃったから。ごめん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 、6万しかなくてたくさん痛かったから。ごめんって。ちょっと来て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 、まず会話から始めようか。お名前から。リンちゃんね。待って、可愛いんだけど。ちゃんとギャルなんだ。どうしたの、そんなに縮こまっちゃって。すいません、緊張しちゃってるんだ。ダメじゃん、私相手に緊張してるとか、そんなの緊張の無駄遣いだって。ウケる、自己紹介始めちゃった。じゃあ私も。どうも、リンと申します。お手数おかけします。アイちゃんって優しい人なんじゃん。そんな人をクビにする会社とかだるいって。いなくなれてむしろアゲでしょ。いるか、ちょっとおじさん作ってね。もう死後な気がするけどな。え、普通に偉いね、ハイちゃん。クビにした会社を悪く言わないとか尊敬なんだけど。うわっ、うまいこと言うやん。よく言われるでしょ。うわ、こいつやりてだ。優しくて立派でいい人だって。そんなことないよ。ギャンブルに挑戦することできます。何何これ、ギャンブル、ギャンブルが始まったんだけど、ギャンブル中させてくんないんだ、ギャンブルは。輸入停止に行こう。今すぐそのギャンブルで勝てばお金使いに行こう。
来た。あ、どうも、はじめまして。好きだ、チル方向ダウナー系ね。うん、あのさ、ハイト、呼び捨てなんだよ。なんかごめん。そんなこと大丈夫よ。私こんな感じだから。ハイト、楽しい時間過ごせない。そんなことない。なんでここで働いてるの？なんでこの性格でここで働いて、気になる、人となりが気になる。どうしたの？ハイト、まだ飲み足りない？何か他にも注文する？する。ありがとう。まだ一緒にいてくれるってことだよね。会ったばっかでこれはちょっと軽すぎ。すごいね。日本酒が好きな日本酒行ってきましょうか。私も。オッケー、いいよ。おい、嬉しい。ボトル取ってくる。いけいけ、いいぞ。このために俺は働いてるからね。うわあ、そう、いただきます。ありな。お菓子詰め合わせも頼みますか。うん、これ美味しいよね。楽しい？楽しいよ。お前の挙動を見てるのが楽しいよ。どうだろう。んでだよ、楽しめ。クソほど金払ってんだよこっちは。やばい、働かないと。ボトル入れちゃったから2万5000円もかかっちゃったよ。店内でキャストを喜ばせることができると、退店時にご機嫌よく外までお見送りしてくれます。仕事のやる気があり、1週間だけ給料がアップします。へえ、なるほどね。またね、待ってる。いいラインを見極めないといけないんだ。ショップでちょっとプレゼント買ってこう、ミユカに。まずは消耗品から行こう。あかんあかん。ここらへん。いやー、呼吸バックだ。これで勝負入れる。いらっしゃいませ。ミユカ、持ってきたぞ。ガシソレンジです。お願いします。お金が。あ、はい。あ、そんな飲みすぎないように。これ美味しいよね。延長できない、延長できない。ここで勝負を決めるしかない。ここで決めるしかない。黒じゃない今日。いけ、おら。これ欲しかった。すごい、どうしてわかったの？ありがとう。喜んでくれるただらよかったけど、もうちょっとなんか11万したんだけど、もうちょっとくれてもいいんじゃない？リアクション。こんないいもの渡してどうする？そう、そうそう、もっとお家。俺の気持ちが伝わってくれたら嬉しいよ。おお。首になった人。そうだよ、首になってお金がないけど、ミユカに俺はこれを渡したかった。ごめん、なんだっけ。え、お金ないんでしょ？あるよ、お金は。お金持ちなんだから。大事なお金使ってくれてありがとう。よし、じゃあもう今日帰るね。うん、今日は帰るね。はっ、いや、やばい、やばい、セキュリ。え、ちょっと待って、え、待って、ちょっと待って、思ってた会計と違うんですけど。またね、待って。あ、付け払いになってしまった。ギャンブルで取り戻すしかない。頼む頼む頼む。ガチでやばい。いや、ここで終われない。頼む。いけ。いや、ラス1、これラス1、これで取り返せる。
1700円。まずいな、まずいぞ。俺高級バッグ買わないといけない、高級バッグを買わないといけない。俺はミユカごめん、ウーロンハイだな今日は。そうだよな、今日何色や。うわーすっごいエメラルドグリーンや、輝いてる。ミユカ持ってきたぞ。すごい、どうしてわかったの。しきちゃんバイプッシュだここは。きったー、待っていけない、やばい段階を、まぁ、あ、ちょっと待って、焦りすぎじゃないか。妹と焦る。まだ小学2年生、私しかいないから。ああ、事故で死んでいないから。妹萌香には私だけ。その手には乗らないぞ、その手には乗らないぞ、いくらかわいそうでも。え、まさかお前、だからここで働いてるのか。妹のために。二人で飲む。バニートラップで。ミユカもバニートラップ飲んで。うん、これ美味しいよね。ね、メラルドグリーン、これつけ払いで。鍵だけは閉めとこう。一旦南京錠買ってくるが。ハイト、仕事でやらかしてクビ。ハイトは覚えてる？私との会話。すごい言うようになってきたやん。ミユカと妹が AB 型で、うん、正解。甘いけど覚えてたの。キモい。キモいなんて思ってないだろ。もう俺のこと好きなんだろお前。目でわかるんだよ。女。ハイト、真剣に考えてくれた。お前との将来を俺は真剣に考えてるよ。私のために。8900円借金あるけど、僕と結婚してくれませんか。だから。何の。ちょっと今日は奮発しちゃおうかな。気分がいいな。4万とかやっべ。待って、15万の4万だ。俺には早い。モリシャンにしよう。モリシャン。嬉しい。モリシャン一つ。おい、オレオついてるよ。お尻に4つも。大丈夫？俺が食べてあげようか？お尻のオレオ。ねえ。じゃあ始まったこいつ。な、こいつお前ついに行くぞ俺。なんだお前。チェキ？ね、だろ？チェキは欲しい。キャストからミニゲームを入る。2000円でできんの？つけで。なになになにこれ？チェキ撮影することができます。へぇー！うわ！これでいいの？どうかな？ひき肉があるな。これでいいの？え！どう？困り顔がいいな、ナイキッス。ちょ、投げキッスで。なに、どういうこと？これいくらでも取れんの？あ、違う違う、そういうことね。これでいいの？ん？これでいい。これ、ポーズが、こんぐらい。これいいんじゃない？これいただこうか。かわいいよ、みゆか。もうちょっとデコってくれてもいいよね。得意には見えないよ。もうちょっとデコってくれって言ってんだ。聞いてんのか？お前、ぶん殴るぞ。ん？なんか高くね？はい、やられました。はい、おいおいおい、いや、店長抜きて。
2000って言ってたよね。やべえ、また返すフェーズじゃねえ。でも行かないといけねえ俺は。夢ある？え、急に。はい、夢の話ですか。つまらない人でもいい、つまらなくて。あ、夢あるかも。萌えかを幸せにしてあげたい。世界中俺と一緒に幸せになろう。5万100円借金あって、この今までのお支払い付きだけど。あ、そうだ。何、ゲーム9始まった。何のゲーム、何 T ゲーム始まったんだけど。やった、トップタイマンじゃ。プレイルームだ。ちょっと気合い入れないといけない。右手が黄色。すごい体感だね。こんなところで働いてる場合じゃないか。待って。左手が黄色。これ以上なんか起こるか。これもう最終形態じゃない。こっから、こっから何が起こるの。これで。うーお、え、萌えかが泣くぞ。悪い遊びすぎる、悪い遊びすぎるよこれは。これ今のが体を動かすとかになってんだったら、いろいろバグってるし、俺が救ってやんねえといけねえ。この女抱きしめてやりてえ。私どう、一番似合ってるよこのお店の服。似合う。てか見してみろよ、お前の一番キームに質投げんだろこの店。セクハラとかしてくるおじいちたくさんいんだろ。どうやっていなしてきたんだよ。もっとエッチな方がいい。来た！見るな、私を。見るなと言ってる。見るな。見ないで。釘付けになっちゃうよ。そんなこと、おじちゃんたちにすると。はいと、あれしたい。手押し相撲。手押し相撲？ない、手押し相撲って。チャレンジする勇気、ある？あるよ。私は逃げも隠れもしない。高くね、出押し相撲。待って、こいつの体幹バケモンなんだよな。あ、なに、手加減しないから。何をすんの俺。来た。お、取った。わあ、すごいゲーム考えついちゃった。そんなつもりはないですけど。おー、間違えちゃった。なんもないんかい。まあでも給料1週間8もあるんで。あ、なんか新しいパンスト、パンスト、パンスト。私に会いに来てくれてありがとう。別の部屋で二人きりになれる。え、不衛法的に大丈夫？誰でもじゃない、一緒に行きたいな。それはお金かかるんですか？ちょっとグレーじゃない？5000円で個室行くんだったら5000円個室行きますよ。二人きり移動す。やべえ空間や、なんだここ。うわ、横に座れんのやばいかもしらん。お前ジントニック好きやろ。ジントニック飲め。大好き。うう、幸せ感じる。いつもよりも多めにパンスト上げとくか。バカ、これでパンスト履いてきたりなんてしたらとんでもねえゲームだな。ちょっとなんかこの個室できるゲームなんか、何を、何が始まるんだろうね。
一緒に行こう。何かが始まりそうで身を任せますか。何か始まる、やばいって。やった、移動するからついてきて。何が始まるの。皆さんすいません、配信に載せちゃいけないらしいっす。僕だけ楽しませていただきます。ごめんなさい。今日の僕の配信はここまでとさせていただきたいと思います。もみもみフェーズを聞きたい方はね、買ってみてくださいね。